化してこって面白く撮れることはこれ相当近いですけどね、これ。そうです、17ミリだからね17ミリっていうのはそういうことですよね、はいはい、めちゃくちゃ近いです、これはもう、はい、もうあとちょっとしたらコッツンするぐらいの短距離だと思うんですけど、はい、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファとアルファホビー部。さあどうですか、やってみて。そうですね、うん、じゃあちょっと簡単に解説しながら、まあ、これ一番最初に撮った、はい、写真で、先ほど言ったように、うん、雨の降った晴れ、あ、雨が止んだ時にちょっと、うんうん、あ、1枚とりあえず外で撮ってみたいって言って、確かあそこ彼岸花咲いてたんじゃないかなと思って、近所 の PGI テックさんの山の動画で撮ったところの麓に確か咲いてると思って行って、でそこでちょっ と1枚だけ 撮りました。でちょっとやっぱ撮ってみると、やっぱ暗い、もう夕方だったんで暗かったんで、あ、それでか、はい、なんかちょっとお色が少し寂しいなっていう、うんうん、でちょっと野暮ったい感じで、だけど赤をちょっと強調したかったんで、クリエイティブルックを少しうん、うん、だけ使って、ちょっと赤が持ち上がるような感じで撮りました、はい、これルックは何、ちなみにこれ、いや、なんか自分でただスタンダードでサイド上げた感じ、うん、違う、なんだっけかな、名前忘れちゃった、なんか適当にこうやって、あ、一番イメージに近いやつ、あ、いいやつね、いっちゃいいやつねでそこからちょっと変えて自分の好みに変えた感じなんで、ソニーはね、リアルタイムでそこのとこ反映されて見えますからね、はい、一応、まあ、そういう感じですね、はい、いいじゃないですか。で、次の日じゃなくて土曜日、はい、まあ、うん、晴れた合間を縫ってバドミントン娘がやってる、うん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 、やるって言ってたので、あ、ちょうどいいやと思って写真をまずこう撮って、まず、まあ、動き物ですよね、アルファ74で十分目の方にピントが来る形でこうやってバチバチ普通にこう何の問題もなく、テレタンで、はい、もう50の F4 開放で、まあ、これぐらいの大きさでも全然問題なかった、何の問題もないです、もう普通に撮れます。じゃあまあまあ小さくてもじゃあ来るね、じゃあ、はいはい、来ます来ます。まあ、でこれで、かなりヒット率が高くて、別に通常通りストレスなく F が効きました。でまあ当然、広角もねちょっと撮りたいななんて思いながら、ちょっと地面にスレスレにカメラを置いて引いて、まあまあこう、この辺はなんかもう出来上がりができてるので、真ん中に置いて足広げた時の写真、まあよくポートレートでも広角のレンズ撮るときこういう風に撮りますけど、まあやるね、はい、うん、土屋先生が結構好きなコースだねこれ。でこれ水平で撮るとちょっと、うん、味気なく感じになるので、ちょっとこうわざと斜めにしてこう斜め、ね、うん、で、建物の左側のこの建物のを切るんじゃなくて、うんうん、上の天井の部分も入るようにわざとちょっとその辺は、ああなるほどね、構造を意識して、はいはいはい、あと電線がねこうちょっと集中線みたいな、あ、見た時に、あ、いいなと思って、こう集中線になってこう被写体の映ってるのがまたうまいことになってるねそうそう、でこれたまたまなんですけど、見た時にあっと思って、いいなと思って、またちょっとその辺はこれいいね、意識しました、はい、で、うんうんうん、最後は、休憩ですね、休憩してる写真が、うんうん、まあちょっとどこだこれだ、はい、これいいなと思った、はい、樽型を気にしてる人が結構いたので、あ、そういえば事務所のところで、ね、うん、撮るといいかななんて思って、あの娘が休憩してるからちょっとそこ動くなっつって、ちょっと休んでろそのまま、全然問題ないね、はい、で、まあ、31ミリですけど、うん、ツイッターに X に上げたのは17ミリで上げましたけど、まあ基本的に何の問題もなくこれでいくという感じですね、うん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 、はい、で、まあこの辺は意識しなく普通に通常こういう子供のスナップも、要は30ミリから50ミリ、まあ、当然あと17ミリっていうああいう使い方でやれば、やっぱその辺もアクティブに活躍するレンズだなと。で、まあ、やっぱなかなかその被写体的にはもう要は目の前で子供が動いてるところを撮るだけなので、やっぱ35ミリ50ミリあたりがやっぱ一番使いやすい、まあ、あとやっぱ50ミリが一番使いやすいので、まあ、なかなかじゃあ意図的に17ミリを使うっていうことはなかったんで、ちょっと17ミリを撮るためにはやっぱこう広いところに出たりとか、ちょっとそうだね、まあ、やっぱりロケーションが、うん、いいとこじゃないとあれかななんて思って、うん、次の日晴れたらいいななんてことを考えて、そしたら晴れて、うんうんうん、で娘がちょっと習い事をして帰ってきたのが午後の3時ぐらいだったので、私がちょうどいいね、はい、で私がちょっとこのまま今晴れてて富士山出てるから、ちょっと近所の車で15分くらいのところに行こうっつって、うんうん、娘誘って海に行って、
海の写真を撮りに行きました。さっきのショットだけね、はい、でまず、海に行くまでの道のり、駐車場からそこそこ距離があったので、まあ、犬もせっかくだから連れて行こうって犬連れて行って、でまあ、その辺50ミリとか17ミリを意識するのと、あと動物瞳 AF ですね、動物瞳 AF の食いつきと、あと、まあ、人物だったらもう、ま、昔から気にならないんだけども、あんまり動物瞳 AF を私使って、こうなんていうか、横の動きと奥行き、縦とこう縦のこういうね、横の動きは結構カメラって昔から比較的得意だけど、こういうのは、うん、AF って苦手じゃないですか。そう、うん、どちらだっけ、向かってくる方が苦手だったっけ、遠ざかる方だったっけ、うんうん、どっちかが苦手なんですよね、確か。でその辺の AF もちょっと確認したいなっていうことで、まずこれは横切るですね、うんうんうん、でやっぱり犬っていうのは近づく、いくら飼い主でも近づくと嫌がるので、まあ、やっぱギリ50ミリぐらいだとこの辺の構図がやっぱ無難っちゃ無難なんですよね。でなるほどね、はい、でまあ大体シャッタースピード640分の1で そのまま撮るという感じですね、はい、で、またうまいことこっち向いてくれていいね、そうですね、はい、ワンちゃんがね、で次がじゃあ16ミリで撮る、17ミリで撮るとどんな感じなんだろうっつって、ちょっとコンクリートのところで撮ったんだけど、あんまり絵にならないから、ちょっと隣に芝生があったんで、ちょっとこっちの方を歩いてよっつって、これはまだ嫁さんが犬を引き継いでいましたんで、でその時に、まあ、近づいて、なんかちょっとよく、ちょっと昔15年くらい前かな、鼻でか写真とか流行ったじゃないですか、広角ですげえ撮って、でもこれかなり寄って、犬嫌がってましたけど、寄って17ミリでこうやって撮ると大丈夫かな。でこれは結構またさっき言ったように前後の AF ですよね、はい、自分も多少動くけど、まあ、どうかなと思いながら見てました。だけどまあこれで17ミリでもこうやってなんかちょっとね面白い迫力っていうか、まあ、もうちょっとパース効かしてこうやって面白く撮れることは、これ相当近いですけどね、これそうです、17ミリだからね17ミリっていうのはそういうことですよね、はい、うん、はい、めちゃくちゃ近いです、これはもう、はい、もうあとちょっとしたらもうコッツンするぐらいの距離だと思うんですけど、はい、で、まあじゃあ海に行こうっていうことで行って、まあ、掘り始めたと。したら、あ、やっぱ富士山出てていいなと思って、まあ、行って最初の写真がこれですかね、はい、でまあとりあえず風景あるし、まあやっぱりこういうところに来ると17ミリがいきなり生きるね。そうなんですよ、だからいきなりドンと来るね、もう自然と17ミリあってよかったという感じなんですよね。もうこれはね、ニッパー200じゃ撮れるんですよ、はい、そうなんですよね、え足らないんですよ全然、はい、で基本的には50ミリで、まあ後で出てきますけど、ワンちゃんとかああいうものを普通にスナップ感覚で、まあ、あと基本的にはさっき動画は娘は OK だったんですけど、写真は嫌だって言って、結構アップ気味の写真は当然プライベートだからたくさん撮ってるんですけど、まだ本当あるんですよ、だけどちょっと見せ、うんうん、嫌だっていうので、ちょっと横顔とかバックとかちょっと微妙に小さいのとかばっかなんですけど、まあ一応今回もこういうの だったら一応写真だけど、なよくわかんないですね、動画は OK って、なんかその辺がなんか今時の子供だなって思いながら、同じだぞとかって思いながら、うん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 、YouTube に動画載るのはいいのさ、うん、いいよっつって、写真は嫌だけど、すごい写真は嫌だとか言ってるけど、面白い。なるほどね、はい、でまあこういう構図、まあ、富士山入れたいなと思って、まあファーストショットこれが結構ね、じゃあ海の水平がいいかとかって言って海の水平を合わせたりとかするんだけど、ここまあちょっと見た時やっぱ山砂浜とこう緑のところと海がこうちょっと軽くすり鉢状になってるから、うん、まあこの辺がいいかななんて思って、まあ、ちょっと構図的にはちょっとこの辺を意識しました。であとまあ、うん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 、やっぱ広角なんでね、ちょっと娘のパースをうまく聞かせてやると、まあ、こういう味のあるようになるかななんてちょっと考えて撮ってました。うん、はい、影もいいね。でこのあともうすでにもう行って着いたのが4時半くらいだったので、うん、日が落ち始めちゃって、もうだって影がめちゃくちゃ長いもん。はい、そうなんですよ、うん、でもうなんか実言うと海2回場所移動してるんですよ。ああそうなの。1回目の場所が駐車場が出ちゃうから、もうなんかなんだっけ、チャイムが鳴り始めて、出ろ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 アピールがすごくて、ですぐ出て、なるほど、はい、でこういうことか。で出てって次の時に海辺のそばでこの辺の写真を、ああこれね、これいいなと思った、これ面白いな。でこの辺はやっぱ なんでこんな写真撮ったかっていうと、まあ面白い、うん、お尻出してる時に、あお尻出してる写真、なんかちょっと言葉言うと変だけど、うんうん、お尻が面白かって、こういうポージングが面白かったので、あいいなちょっと写真を撮りたいなって思った時に
下にこう砂の影があった時に、あちょっと絞ると結構いい改造してくれるかもしれないなんてちょっとふと思って、はいはいはい、でまあちょっとこう、はいはいはい、なんか 6.3 まで絞ってね、はい、で撮ったんですよ。でまあこれも結構もう逆光でも影が真っ暗だったんで、だからもう ISO が5000なんですね。うん、そうなるよね。はい、で、うん、なんでここでなんで私もうこれから先の多分写真全部ほとんど EV がついてるんですけど、もうここは結局動画と犬と写真を全部ワンオペで一人でやってるので、もうもう絞りとか ISO とか気にしてられないで、もうパッと見たファインダーの絵を自分の好みの中で露出で上げる下げるとかをちょっと若干やるんですよ。絞りとあれはやるんだけども、細かいことまで考えてる余裕がないので、もうそういう時はやっぱ露出便利だなって思いながら、本当だったら、本当だったらこうだったらシャッタースピード下げていいんだよですけど、こういう構図だったら、だけどもうそこまで余裕がないので、もうただ右側のグリグリでマイナス1っていう風に1段下げて、まあこういう写真を撮って、でやっぱこう見ると波打ち際のグラデーションとかこの辺の青の出方が、やっぱこの辺のそうこのレンズの癖ちょっと特性なのかななんてちょっと、うん、なんていうかな、水が濡れてる砂とちょっと乾いてるところの砂のこの辺がね、うん、あこれちょっとこのレンズっぽいなっていう部長の時の写真見たのと、うん、いい感じだな、5000なのにこんなにちょっとこうリッチな感じで出るんだななんてちょっと思いました。であとそうなんです、ね、波の泡がやっぱ6.3 まで絞ったのもあるんだけど、もうつぶつぶで全部撮れてるのもやっぱすげえなーなんていうふうに思って撮ってました。はい、ちょっと絞ると急に来るね。そう来るんですよねえ、はい、俺も結構今回絞った作例多いな。で、まあ、次、まあ、これワンちゃんね、これサムネにもなってましたけど、うんうん、これいいね。そういえばボケの写真撮ってねえなっていうことで、はいはいはい、ボケの写真も踏まえてちょうど逆光は大体まあ、こう言ったらなんですけど結構面白い写真が撮れるので、皆さんもこういう時に意図的に逆光を結構活かして撮ると普段撮れないようなこういう光とか縁とかを撮るので、まあ、こういうのがうまくはまると面白い写真が撮れて、うんうん、まあ、撮ってみるといい、まあ、例って言ったら変だけど考えてわざと逆光を活かして撮ったんですよね。で、まあ、この辺なんかもう勢いです。もう 0.-3EV もその場の雰囲気でちょっと手前の犬のちょっと影が薄いかなと思ってちょっと露出をちょっと若干上げて、うんうん、まあちょっとこの辺の逆光のやつをちょっと調節したっていう感じですね。はい、うん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 、でこの辺なんかもそうですね。でこの辺もまだこれいいな、はい、嫁が、持ってくれてたので、まあちょっと、うん、ガンガン絞ったやつ11ぐらいまで絞って部長が撮ってくれた作例もあったんだけど、うんうん、自分で絞って撮ったやつ、まあ、工房だよね。はい、工房と、うん、まあなんかちょっと見たいなっていうことでちょっとたまたまいい感じのところに立ってたので、うん、自分でちょっと調節しながらで、まあ、意外と広角気味で、まあ、これたまたま広角になったのかな、うんうんうん、はい、うん、なんで1000にしたかちょっと覚えてないんだけど、うん、まあプラス 0.7 だからああシャッタースピードかとか、ね、そうシャッタースピードなんですね。もしかしたらすごい走ってたのかな、ね、もしかしたら、うん、うーんかもしれないね、もしかしたら、はい、でそんな感じでちょっと、うん、まあ意識してちょっと撮ってました。はいはい、で次ですね、うんうん、でもう日が落ちてきて、はい、うんうん、この辺ですね。まあよくある、うん、シルエットですよね。はい、シルエットにしてで、うん、ダイナミックオプティマイザーがオフ、うん、オフオプティマイザーオフですよね、はい、これにして撮りました、うん、でこれもだからちょうどいい感じに日が落ちていて、あーもうこれはシャッターチャンスだと思って、うん、まず最初縦構図で普通に娘と太陽夕日だけをシンプルに入れたいなと思ってこうやって撮ってたんです、うん、で撮ってる最中に奥から船がボーってくることに気づいて、うん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 、で船が来た、そうだと思って船も入れたいって言って、でその時に、ね、さっき50ミリ合ってるよね、そうだね、はい、48ミリだからほぼね、でこれで40、うん、通常の48ミリ標準画角からもうこのレンズならではです、もうテレタンからワイドタンですよね、はい、でもこれを使うこれだよね、このフットワークだよね、はい、この50の寄りからいきなり17ミリのこのワイドをバンと瞬時にして変えれるっていう、はい、で真ん中の船入れて夕日入れて娘入れて撮って、で
5、6枚くらい撮って、もう撮れてることを祈って、そのまますぐ動画のボタンを押して、あのさっきの映像をもうそのまま撮ったという感じだから、もうこれも本来で考えればこれマイナス 1.3EV なんですよね。だからこれもだからもうソニーならではです。もうあのプレビューがすぐ見れるてるので、そうですよね、はい、マイナスにすればもうそのまま暗くなるんだよね、はい、その各パラメータがちゃんと動けばの話ですよ、はい、あの天井打ってたり、うん、そこついちゃったりしたらこれ以上動かないんで、はいはい、でそういうふうにことを考えながらこれを撮ってます。うん、はい、いいね。で、なるほどね。まあ、で次の日かな、月曜日か火曜日にちょっと、うんうん、あのもう少しあの毛色の違う写真を撮りたいなと思って近所の、ああそれでこれがあったのね。はい、なんだっけ、うんうん、鎌倉殿の13人で、あの鎌倉幕府の、はい、うん、場所なんですね、静岡県で伊豆だから、そこの、有名なお寺で、白い彼岸花が咲いてるってちょっとネットで調べて、本当に車で5分か10分くらいのところに、はで、おちょっとじゃあせっかく彼岸花取りに行こうって言って いきなり行って、あちょっとここ、うんうん、門構えのところが、あちょっと広角で撮るといいかもしれないと思って、うん、これいいね、はい、で広角で撮って、でまあ、うん、さほど、もう本当にストレートですよね、60の100、うん、で F5 ちょっとだけ絞って、うん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 、ちょっとちょい絞りね、絞ってもこれだけ映るわけです。綺麗に。いいね。歪みもなく。まあよくあるスタンダードな撮り方ですけどね。この張りの部分のこの形状とかよく映っとるね。ああ、本当改造する。すごい改造する。開放でも何の問題もない。はい、なるほどね。はい、で、うんうん、その中行ったら、まあ、白い彼岸花が思ったほど咲いてなくて、ポツポツと。一応あったじゃないですよ。そうあったんですよ。本当にもう数えるほどしかなくて、もうちょっとピーク過ぎちゃってたんですね。だから。あ、そうなんだ。なんか彼岸花ってなんかスイートスポットめっちゃ狭いらしいね。うん、すぐ枯れちゃうんだったよこれ。さらに白い彼岸花って結構貴重でなかなか咲かないらしいんですよね。そっか。デリケートらしいんですね。なるほどね。で、そっかそっか。あのまあ。またこれもまあボケを見せるためにはいいかなと思って、一応ちょっとボケを意識して、ボケの写真と、まあ若干やっぱ花はね、あの近くで寄るとあのボケちゃうので、まあ単純に少し一段でもいいし少し絞った方がまあそれっぽい写真が撮れるので、一部しかピント合わんもんね。はい、なのであんまりこうぼや開放でよりも少しだけ絞った方がいいので、まあこれ5で撮った写真です。で最後にあの嫁が別のとこ歩いてたら、赤い彼岸花もあるよっていうことで、この赤い彼岸花を見つけて、これいいなと思ったら、はい、この縦構図、はい、これ、うん、でこれはあの横構図よりかこっちのかっこいいな、あのあそう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 、後藤さんそこです、はい、北条寺、はい、へえ、はい、もう近所なんですよ、車で5分10分ぐらい、10分もかかんないとこです、はい、でそんなに近いんだ、だいたい花を取るときに皆さん意識すると、うん、ただ咲いてるいい花だななんて思うとあの、うん、まあ、大体撮ると思うんですけど、まあ、ちょっとこういうのは大体どれがいいこう花の形であったりとか、あなるほど、ね、まずね見た目としてのいい花の形、うん、例えばあんま密集してこういう彼岸花って意外とこうちょっと一人寂しく咲いてる方のが意外と絵になったりとかするので、そういうのを探して、あと形のいいものですね、形のいいものと、あと意外と日向で日がガンガン日が当たると結構ライティングがてか露出がうまく難しいから、意外と日陰のところでうまくこうちょっといい感じにこうなんていうのかな、こう暗い色と明るい色のコントラストがうまく入るようなところをちょっと探して撮ると、まあ、こういうふうにこう、これはクリエイティブルック使わずにそのまま撮ったけど、まあ、まあまあ赤が綺麗に持ち上がって撮れたななんていうふうにして撮ってました。ハイライトの入り方もかっこいいね、これ、うん、ね、このラインのシュッとしたところのさ、ね、まあ、まあたまたまですけど、まあ、それでもやっぱそういう花を探すっていう、まあ、これ結構どれがいいのないかななんて思ってその場で探してました。うん、はい、うん、すごいけで最後、あこれあそうだ、さっきちょっと海の方に戻りますけど、帰る間際にもう帰るって言ったら犬がこうはい、でこれもう前進してるので、さっき言った奥行きの AF がどうかななんて思いながら、俺もうこう一生懸命あの犬に追いつかれないように後ろ向きながらこう歩いて、まあだけどこう手持ちとあれ AF が効くかななんて思って、まあそれもでもやっぱ十分ちゃんと入っとんね、はい、綺麗に入ってる。
でまあこのちょうど何て言うかな壁みたいなのもいい感じにこう奥行きが出るので、まあこの辺の写真も面白いかなと思ってちょっとで最後あのよく考えたら全部屋外でしか写真撮ってねえなって作例を思って最後編集している時にやべえ室内の写真一枚も撮ってねえやって思って編集している足元に犬がいたのでちょうど寝てるやと思ってしゃがんでもうくたくたで寝とるやないかも。はい、でそのそうなんですよ、くたくたで疲れて寝て、珍しい昼間寝るの珍しくて、夕方帰ってきてすぐ寝ちゃったんで、これ50ミリでかなり寄って撮りました、まあね、はい、で最後そうなんだよね、50度ね、これが撮れるんだよね、はい、なのでこれ伊勢がね、1000まで上がってるのもそういう理由ですね、はい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 、屋内だからね、はい、で、うんうん、まあちょっと、まあ、これはちょっと開放じゃなくて 4.5 っていうのは多分見てないみたいです、まあ、いいそのままシャッター切っちゃった、そうだね、なんとなくやったらこの開放だったっていう、うん、4.5 だって、まあ一応ちょっとそんな感じでね流れて、まあ、だから一番最初に話が戻りますけども、やっぱたまたま私は今回もうお借りした時からあの、うん、写真以外に動画もちょっと撮りたいと思ってたので、じゃあそういうシチュエーションでうまく撮れたらいいなっていうことを考えて、まあ、ちょっと今回バドミントンとちょっと海の方にちょっと足を運んで、まあ、それがやっぱ結果的にこのレンズだからこれだけ写真と動画をうまくワンオペで、うん、まあ、これはやっぱり1750じゃなきゃ できなかったっていう、大変だけどな、そう大変だけど、はい、だからもう広角、圧倒的広角で動画向きのレンズで、うん、AF もバッチしきて、で隅から隅までシャープに映って、で色のりも非常にナチュラルで、片や写真を撮ろうと思った時に、うん、まあ、私何度も言うように35ミリと50ミリあたりが使いやすいので、それを基本にこうやりながら、うん、ふとパースの効いた広い写真を撮りたいなって思った時に、ああ そうスマホじゃなくて17ミリあるんだ、うん、このレンズなんて素晴らしいんだと、いやそれでパッパパッパ切り替えて全て撮ってて、だからあのね意外とこのレンズを持つと35ミリを使わなくなって50か17ばっか使っちゃうんですよね、私使ってて、あと30ミリぐらいはちょろちょろ使うんですけど、意外と20ミリとか28ミリとか使わないで、極端に50と17が枚数がやっぱ圧倒的に多くて、わかるわかる俺もそうなっちゃう、であと、うん、あと30、35あたりがちょろ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 何枚かあるみたいな感じで、だからそれがね心地いいんですよ、結構ストレスなく撮れるのがね、やっぱあの画角に関してはもう本当に28-200、54-100に匹敵するぐらい、うん、ああこのレンズもうセットアップぶち抜きっていうぐらいもう本当に使いやすい、でも写りはもう何の問題もなくもう綺麗でシャープだし、とりあえずシャープさがいい、あと部長が言ったらグラデーションが素晴らしい、本当にグラデーションがいい、はい、なんかやっぱりねこう今までまあこの17ミリスタートのズームっていうのはだいたいまあ35、まあ、せいぜい35ミリなんですよ、まあ、使いにくい、でもだからそれしかなかったら別に何も思わなかったんですよ、うん、そうなんだよね、そういうものだと思ってないから、うんうん、だけどこれを知っちゃったら、うん、なんかもう35ミリまでだとちょっとなんか物足らなくなっちゃう気がする、そう本当にその通りなんですよ、もう50まで欲しい、要はもっとなんていうのかな、要は35ミリってやっぱりね広角なんですよ、そうなんですよ、ワイドなんですよね、昔のフィルムカメラのこの35ミリって広角レンズだったんで、ね、そのカテゴリーとして、そうなんですよね、だけどそれがやっぱり50まであるっていうね、この人間のこの視野のこのところでギリのところまであるっていうのはね、かなりそのなんていうのかな、やっぱり絵のバリエーションがすごいです、うん、これはまあよく考えたなというふうに思いますね、うん、これ何気にでもこれ1750って倍率で言うと実はまあまあなんですよこれね、そこそこなんですよね、ね、3倍ですね、そうですね、うん、3倍ズームですね、まあいやいいですねこれは本当にね、これ使ってみんとわからんかったです、本当にそう、あの1750かって思ったもん最初、あのスペック見た時に数字だけ見た時に、あそうみたいな、1750っすか、どんな感じなのかなっていうふうに思ってたけど、APS-C ではあるんだよね、似たようなのだけど結局それは標準ズームになっちゃうんだよね、うん、2875ぐらいになっちゃうから、そうなんですよ28スタートですから、ね、それはそれでAPS-C のレンズだからそういう風に狙って作ってあるんですけど、それをそのまま、もちろんそれをそのままフルサイズにもう額面通りの画角が出ると、
したらこういう全然想像がつかなかったです、うん、そうしたらこういう感じで使えるんだ、これは、うん、申し訳ないけどね、俺2040使ってないけど多分俺はこっちの方が好きなんだなって思った、ね、まあ2040持ってるで、うん、人の話をちょっとさせてもらうと、うん、ピント面の改造に関しては、うん、ここはね2040の方がいい、数段上です。あ、なるほど、数段上、うん、1段上とかじゃない、数段上です、うんうん、それぐらい2040ってね、やっぱり2倍ズームってね、やっぱり無理してないんですよね、光学的に、うんうん、あのワイドターンとテレタ、まあ2倍しか違わんけど、うん、だけどもうね改造はえぐいっす、あのレンズは本当にむっちゃくちゃ綺麗です本当に。でグラデーションの感じとかお色の感じはまあちょっとまた違うけど、まあ似たような感じなんだけど、やっぱ決定的に違うのは改造かな2040は。だからそのより改造が欲しい人、うん、で17ミリまでは必要ないっていう方だったら、まあ、F28 があるっていうのも含めてあの2040の方があのより細かいところが綺麗にまっすぐピチッと四角は四角カッチカッチとタイルがタイルで出ますよっていうのはあの2040の方があの数段上です、ね、これは一段明るいのにもかかわらずね、でまた一段明るい、うん、絞ればまた結構カリカリに映るわけですからね、まあ、そこの画角が好きな人はいいですよね、画角が好きな人はいいです。でやっぱり2040はあのコンパクトさ、うんですね、あれも美徳ですよね非常に。なんでまあ広角側は足らんし、うん、ズーム側も50ミリには達さないっていう、そうそう真ん中のとこだけのレンズなんだけど2040って、うん、まあだからこそ潔くてあの小ささを手に入れてるってのがあるんで、だから17ミリ50ミリの中に一応入ってるんだけど2040ってあのちょっとね俺違うレンズなんじゃないかなっていうのはね思ってます。だ私まだ使って、うん、本格的に使ってないからただそれだけで言ってるだけなんで、うん、画角的に言ってるだけなんであれなんだけども、また使えばね印象が変わるかもしれない、2040もいいねっていうのになるかもしれないんだけど、まあけどやっぱ、うん、私さっき言ったようにまあ、動画はねでかい、やっぱね17ミリはあると大きいよね、全然違う、やっぱもう全然違う、20と17ミリなんか本当違うからね。アクティブ、あとアクティブソニーの場合アクティブテーブル補正が使えますからね。あ、そうか、クロップされるからね、うん、まあ実際はだからもうちょっと22とかそんな感じになるかもしれないけど、それでもやっぱ少しでも広角で少しでもそうだよ ね動かして撮るってことは広い視野で撮るためにはアクティブで要は捨てられる分のとこだけがね、はい、17ミリでねその担保されてるわけだもんね、うん、そこでだからそこ大きいよね。こういうふうに私みたいなフォトスタイルをやる方には非常に向いてるレンズだなって改めてちょっとお借りしてちょっと思いました、はい、なるほど ね素晴らしい、はい、動画とスチルをちょっとね初の合わせてのレビューになりましたけど、いやいいっすね、はい、まあ俺と深瀬院中にね1台ずつあるがゆえのこの感じだよね。はい、そうですね、本当に良かったです、はい、はい、ありがとうございます。あ、まあ、皆さんねたくさん感想ありがとうございます、いろいろ書いてくれて、はい、はい、と渡辺さん、はい、こんばんは、先日やっと α7R5 を買いました、 おめでとうございます、はい、はい、ここでのお二人のお話やチャットがとても参考になり後押ししていただきました、ありがとうございました。こちらこそ、連写性能の足りないところは動画で保管できればと思い、なるほど、入れ替えを予定していた、α7-4 は動画兼用で残すことに、ああ2台体制ですね、うんうん、しました。タムロンの1750が気になってました、とても参考になりました、ありがとうございます、言っていただけるとね、はい。ラララさん、出たばかりの 1635GM2 がすっかり影に、いやそんなことないと思う、このレンズはこのレンズやっぱりね、うん、まあ、GM はやっぱ別格っすから、うん、あれはあれで、あのね、GM2 でね、高いものしんちゃん出るじゃん、深夜プロ、うん、彼買ってね、これで早速もうお仕事で撮ったんですよ、うん、彼でね見せてもらったんだけど、うわすごかったよ、なんだろう、ああ GM ってこうなっちゃうんだっていうぐらい、うん、こうなんだろう、改造してるとかでももうクソリアル、うん、すんげえ映ってた、あれはすごいレンズですよこれは、うん、あー、宇高さん、あー、宇高さん、なんとメンバーシップギフト、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、はい、
天助パパさん2040持ってるだけ悩む、2040オーナーはねみんな悩んでるね、うん、より広角付きなので1635G とも悩む、ハンズオンしてから来ます、それが絶対にいいです、うん、もうハンズオンしてからのがいいです、はいはいですね。あ、今先ほどの動画の、トパーズビデオ AI 版の動画を公開いたしましたので、まあ、ありがとうございます。終わってから見てもいただいてもいいですし、はい、もしもあれだったらね、同時に見ていただいても結構ですので、はい、ぜひ楽しんでみてください。ぜひぜひですね。はい。はい。